Thank <laughs> you. ま,りました共通テストリスニング対策講座になりますねそうです英語リスニングになりますがやっていきたいと思います扱うのは思考テストの問題になりますが多分リスニングってねあんまりやったことないとかどういう対策をしたらいいのかよくわかんないって人も多いと思いますのでね擁護の試験受けまくってる私がですねどういった感じでやっていくのかっていうのをね見せていきたいかなと思いますね今回扱うのは第1問なんですがすごく簡単なところなんですよしかも2回も流れますからね簡単なんですけどもここから学べることはたくさんありますこれからどういいった勉強をしていくのかっていう 知っておくのにすごく役立つところなのでその辺のこともきちんと話していきたいと思いますねまさにちょうどね昨日東大英語を教えてきたところなんですけどリスニングでねそういったものにも役立つような要素が実はたくさん入ってますでは見ていきたいと思いますね第1問え第1問は A と B の2つに分かれていると第1問 A は問1から問4までの4問それぞれの問について聞こえてくる英文のうち最も近い意味のものを4つの選択肢1から4のうちから1つずつ選びなさいと音声は2回流します、まあ、すごく簡単なんでこの便宜上ね1回だけ流しますけども、まあ、やっていきましょうえまず問1 Question number one I've had enough cookies thanks. Some more tea would be nice. さあまあね、これね、短いですし、十分読む時間はあると思うんですけども、コツがあるんですよ。こういったコツね、あんまり意識したことないと思うんですけど、実はですね、共通部分をカットするっていうのが、リスニングの選択肢がこういう風に並んでるところのコツなんですよ。今回は、The Speaker っていうのがすべて同じじゃないですか。だからこういうの読んでちゃダメです。非常に時間がもったいない。もっと言うと、The Speaker wants みたいなの同じなわけですよ。これをだからいちいち、the speaker does not want anything, the speaker wants p o s t e ってやったら時間の無駄ですね。非常に時間がもったいないですから、こういったもの、この共通部分を無視して読むっていうのをできるようにしておいてください。そうするとですね、not anything 何もいらねえ。 T cookie c o o k i e ーって言って情報めちゃめちゃ少ないですね。こういう風に選択肢の情報をそぎ落とすっていうのが実はリスニングの問題の鍵になりますね。こうやってやることによってすぐに選択肢を読むこともできるし、頭の中に残すこともできるようになるんですね。これが実はコツなんですね。で、はい、t r a n s c r p t を見てみますね。I've had enough cookies, thanks. クッキーもう十分だよ。もう十分食った。

キーはいらないだから答えは4番っていう風になるわけですねこういう風にね消去法でやっていくっていうのもすごく大事なやり方なのでこれは簡単な問題だから一発で積極法でバンと答え出せるんですけども難しい問題になってくるとこれが非常に役立ってきますのでこういった考え方も忘れないようにしてくださいそしてですねこの問題でですねあなたは一体どういう力が通れてるのかっていうのもね気になるところではあると思うんですけども,もちろんね文の意味が分かってるかっていうのをチェックしてるわけなんですけどもこれね状況がちゃんと浮かんでるかってことなんですよえどういうことかっていうと今まで日本語訳に 控えててやってきましたよねでもそれじゃあね英語を英語で理解してほしいとかってねよく言われるじゃないですかそう英語を英語で理解して,てどういうことっつったら英語でその状況が分かるってことなんですよだからもう,もうクッキーいいっすもういらないっすもうちょ,っとちょっと紅茶もらおうかなっていうその場面が頭の中に浮かんでるからですねそうするとあ T ティーは欲しいけどクッキーはいらないんだっていうのがこの頭の中にこう映像化されてるからですね,ねそこを見たいんですよこれってねこの力がなないいいとリスニングってできないんできんすよち リスニングででできなないいいすすからねはい、ととうことなんですじゃあこれでもうねやり方わかりましたねはい2つ目それでは聞いてみましょう q u e s クエスチョン2 <number>「I'd love to go to your birthday party tomorrow, but I have a lot of work to do」 はい、できましたかえ今回もほら、the speaker ーー全部同じですね。こんなのをね、ズバッと切ってやりますね。party 行けないですね。はい、party 行けない。1個目。2つ目は、仕事ない。まあ、tomorrow まで入れられるんだったらですね、明日仕事ない。別の party 行きます。 明日っていう,ふうに情報創業としますもちろん今回の問題はこんなことやらなくても解けますけどこういう訓練をしておくといろんなところで役立ちますで見てみると明日 birthday party 行きたい !But でもね I have a lot of work to do たくさんやんなきゃいけない仕事とか宿題とかがあるんだよって言ってますねそうパーティー行きたいんだけどこれ行けないってことじゃないですかだから答えは一番っていうことですねこういうふうに状況が浮かぶかっていうのとそしてこの意図ですね 話し手がなんでそれを発言しているのかっていうのねこれめちゃくちゃ TOEIC が好きなというか TOEIC がめちゃくちゃ問うところなんですよそう4期の試験でねこれ発言の意図とかっていうのをね問いたがるんですよだから こうやって解けるかっていうのがね重要になってくるわけなんですねでさらには引っ掛ける選択肢っていうのはこのやっぱり本文中にこの出てきたね表現っていうのが引っ掛けに出てくるこれもやっぱりねきちんと分かってるかどうかを聞きたいんですよやっぱり内容がね分かってない人っていうのはねあこの表現聞こえたアパートで聞こえたとかっていうので聞こえた表現を選びたくなっちゃうんですよこれは東大のリスニングでも同じですからね基本中の基本なんですよまあ、自分自身がねフランス語のテストを受けたときそうでしたから何言ってるか分かんない でも何かこの表現聞こえたなだから選んじゃいたくなるっていうのはねすごくよく分かりますはい続いて第3問いきます question number3It started raining after school since Junko had no umbrella she ran home in the rain さあ分かりましたかねはい準 ko は全部同じですからはい無視して got wet in the rain と書いてあるからはいこれ濡れちゃってる次はらね umbrella umbrella 持ってる ran to school in the rain、はい got 学校に走ってってるで、stayed at home 家にいるですね。家だけ入れとおきゃいいでしょう。I と m 共通してる e to It started raining after school. はい。放課後雨降り始めたよ。Since Junko had an u m b r e l l a、はい、持ってないから She ran home in the rain です、ね、家に帰ってるわけですからね。だから学校に走ってってるこれ引っ掛けですからね。Go home ほら家に帰るじゃないですか。Run home で家に走って帰ってるわけですから。はい。ということで、アンブレラを持ってないですよね。も ななないいいいいいし学校ににに走ってっってててるわわわけけででででもも家たすすははい、だだかから答えは一番ううふうにかりますねこれもやっぱり状況が浮かぶかどうかじゃないですか。雨が降ってて、傘持ってないよ、走って帰れるから、うわーっていうのが、ちゃんと場面として浮かんでるかどうかっていうのがポイントだったわけなんですね。はい、次。Question No.4 u m b e To become an English teacher, I won't have to study abroad, but I will have to study hard. はい、スピーカーは全部共通ですね。はい、無視しますね。ボンと。で、English Teacher であると最初は。で、次が、Must s スタ d y だから、はい、一生懸命勉強しなきゃいけない。たくさん勉強しなきゃいけない。Necessary outside of Japan ですから、はい、study は同じですけども、はい、日本の外って言ってますね。 次が Teachers English Abroad、ねはい。これまぁあと日本の外、海外とまあ同じようなことなんですが Teach であるとこっちはね海外で英語を教えるっていうのが情報としてありますね。まあ被ってるとこ多ですね。English English Study Study Outside of Japan Abroad とかねそうこういう風うに情報を整理してね記憶の中に留めるっていうのもコツなんですね。で見てみると To become an English teacher English teacher なるためにって言ってるのでまだなってないんですね English teacher にはねだから1が消えるでしょ I won't have to study abroad 海外で勉強する必要はないと言ってますからだから3が矛盾してる But I will have hard to study hard. ですね一生懸命やらなきゃいけないって言ってますのではい2番が正解ですねこの「h a v e t o のところをやはり言い換えも基本ですねもうリスニングで言い換えをいいたい日本語訳じゃなくてきちんと別の表現で言い換えられてるものを見抜くことによってあなたがその単語とか表現を理解しているかどうかっていうのを確かめるわけなんですよねはいということでした状況を浮かぶ情報を整理する言い換えを見抜くこれら全部4技能試験のね英語のリスニングにおいてはすごく大事なところなんですよだからそういったことができるかっていうのを確かめてるテストなんですよね <music> そして B っていうのは三もあってそれぞれの問いで聞こえてくる英文の中に最も近い A をほら状況がまさに浮かぶかどうかっていうのがこれですよねだから状況を表しているものを選びなさいっていうことによってあなたは状況が分かってるか英文から日本語訳ではなく状況が分かるかっていうのを聞いてるわけですね早速行ってみましょう He got a phone call from Joe as soon as he arrived home from the library 実は分かりましたね絵としてはまあ、共通点もこれもまた多いですよね。はい、ライブラリーからライブラリーから家に着いているところ、家からライブラリーに着いているところ、ライブラリーから出るところ、家から出るところ、はい、情報としては少ないですね。共通しているものがものすごく多いですよね。He got a phone call from Joe as soon as he arrived home from the library.Joe からフォンコール、電話が来たはい全て同じだから関係ないですね。As soon as he arrived home、家に着いた。 From the library から家に着いたときにも着いたらすぐにって言ってるから。 はい、答えまずだから皆さんが当然聞こえてるっていう前提ですからねこれで、ね、まず表現しないあずすなず何々したらすぐにも知らないんですとかっていうんだったらまずは表現を覚えなきゃいけないですかね当たり前ですけどリスニングはそっからです単語や表現を覚えてないって言ったらそれは話にならない知ってる表現は聞こえるんですよ私がこれだけ早口で喋ったってあなたたちで聞き取れてるわけでしょっていうことはそれは私の使っている日本語の表現を知ってるからなわけですね同じようにやっぱり英語も表現知らないと話にならないですからまずはそっからですその後でこういったコツっていうのを知っておいてください、はい、では2問目いってみましょう Right now, she's too busy to go to the lake and fish. はい、わかりましたかね。これもね、共通点が多いじゃないですか。l a k のとこ。これ、フィッシングしてる。餌がないかな、これね。餌がない。リラックスみたいなね。これ、邪魔になりますねこれ。で、フィッシングのことを考えてる。忙しい、忙しい仕事してる。フィッシングしたいよ、かなんかですかね。はい、こうやって言ってく、ね、Right now, she's too busy to go to the lake and fish.Right now, まさに今ってやつね。日本語の Now よりも本当今って感じですね。Right now. とても何々なんで何とかできないですよね。忙しすぎてレイクに行ってフィッシュフィッシングできないっていことを言ってるわけですね。あ、これ大丈夫ですね。レイクに行って魚に行くじゃないですか。これね、動詞のフィッシュですね。はい、フィッシングできない。だから忙しくてできないのは4番ですね。ほら。 やっっぱり状況を思いい浮かべるっていうのが重要なわけですよ英文を聞いてきちんとその状況が頭に思い浮かべられるかっていうのがポイントなわけですねそして「トゥトゥ構文」っていうこの、ね、表現ちゃんと知ってるかっていうのも聞きたかったわけですね聞こえている単語だけで「ああレイクだ」とかでああ「フィッシュだ」とかって選んじゃいけないわけですよねはいそれでは最後の問題いきましょう3「When the boy entered the classroom the teacher had already started the lesson」 はい、ありますね。まあ、クラスルーム全て共通しているわけですけど、ね、このティーチャーとボーイのやってることが違いますよね。そうです。この選択肢の中で、さっきからいろいろ違った部分に注目してるじゃないですか。これ、はい、ボーイと一緒に入って、 きてるボーイだけすげえ顔で出ててますね。<laughs> 俺らやってられるかみたいなです、ね、不良なんでしょうかね。こっちはボーイが入ってきた。はい、こっちはそそくさと先生と一緒にお前出てけって言ったんですかね。かこれ足から空気が出てるみたいになってますけど。そうすると、when the boy entered the classroom, はい、e n t e r してますかね。入ってるんですよ。The teacher had already started the l e s、ね、s o n ですね teacher すでにレッスンを始まっていた過去完了ですから、入るよりも前の時間っていうのを表してるんでしょうけど、まず入ってきてるで、この2つに絞られるわけじゃないですか。2と4が消えると。そして、先生は はすでに授業をしてただからこの 3になるわけですねこの絵の問題ねえ他の英語の試験でもそうなんですけど消去法で削るとか、まあ、特にティープとか受ける人ですねこれとっても大事になりますので消去法でこうやって削っていけるようにするっていうのがコツになりますね、はいまあ、もちろんすごい簡単だったと思うんですけどもこうやって解くコツっていうのはたくさんありますリスニングには山ほどコツがあるただあまり教わってない人が多いですね、まあ、自分自身はたくさん勉強したのでリスニングに関してはだ対策をいっぱい練ってきましたでもやっぱり大学入試においてはやっぱり4技能よりもはるかに遅れているのでリスニングの対策 こかね、これあんま知らない人が多いと思うんですけども問題自体は簡単だと思いますが、はい、何かしら得られるものはあったと思うので是非是非これから、ね、共通テストやるときにこれを、ね、参考にして実践してみてください。はい、この動画良かったら高評価チャンネル登録よろししくお願いします